そっか、ちょうど電車が来る時間なのか。待ち合わせがわーっと来てるけど。あ、ちょうど2分後、5分後に列車が来るんだ。あ、来た、電車。来たって感じですか。こんな感じで、ここは一応どこ止めていいみたいなんでね。あ、で、まあ、ここに入れる方でもなく、もう地元の人は立ちちゃうとね。ここで、待ち合わせて。なるほどな。ずっと売ってないかな。へぇー。あ、こんな感じなんだ。なるほどな。へぇー。これが、最終一本手前なのかな。ここ、こちらみたいなんであれですけど。なるほどな。使ってる作業はあれか。関西本線と一緒か。カブトとか、ツゲとか、あの、カモとかあっちの方走ってる。で、あ、これ、下ってくんだ。なるほどな。知らんかった。スタッフ閉塞だっけ、タブレット閉塞だっけ。ああ、でもそっか、スタッフ閉塞か。今あれを渡したんで、ここから先、九頭竜湖まであの列車が来るようになりましたっていう、いわゆる閉塞ですね。どこ行ったっけ、あの、いえき駅だ。不明小線のね、いえき駅っていうところがあって、あそこのところなんかで見られるのが有名ですよ。ここもやってんだ。多分ここから先だけでしょうね。言われてみたら、ないね。すごいですね。今のチャレンジあるんですね。どうしたったらちょっと出てくるのを見守っていこうか。あ、じゃあここ有人駅なんだ。いつ出発するんだろうね。結構出発まで時間あるんだね。あ、でも、踏切が鳴り出したからどうする行くのか。あ、そこの信号がかかったから行くのか。厚さに、ああ、決まった。あと寒いな、こっち。半袖じゃ来たけど。え？福井寒いな。これお前か、大野町さんかあれかもな、大野町さん。なるほどね、こんな感じなんですね。で、駅舎を、あ、駅舎こんな感じなんだ。なるほどな。あ、ここに来てた。
車の取り扱いにご注意ください。どうかな。あ、そっちにしよう。おっと、ちょっといいのかなって感じがしますけど、まあ、一応入場券買ったんで記念に。まあいいでしょう。入れてもらいましょう。こんな感じなんですね。すごいな。なんかこんなことに穴があって。水もしたかった。さんさんいろんなね、お宅並べとった割に、お前150円で済ませてんじゃねえかよ。何か貢献するだよと言われそうですけど。ちょっとね、そこら辺言われると、かなり耳が痛いんですけど。まあね、せっかくならね。あっちの緑の券売機はもう閉まってたのあれでしたね。昼間しかやってないのか。こんな感じなんですね。あ、この時は普通のあれか。そこで切り替えとか出てるんで。かなり。あ、でもここら辺そこまで入れるところでもないか。でも昭和、中期ぐらいの感じはしますけどね。なんかですね、一両目の、強めのところで、あれですね、やる感じですね。ちょっとやっぱ接続悪くなってんな、液晶部分の。まあ何回も折り返し折り返し使ってますからね。今ちなみに何分 ?18 時。今19時25分と。なるほどな。一応、最終電車はまだあんのか。最終、終電はいつなんだ。ああ、とか別に、時刻表あるよな。こんな感じですね。レンタサイクルとかもやってんだ。ここ当たるところはあれですね。かなり独特じゃない。ご注意のお通りくださいってなったけど、まあ、まあ一応、監督にお正直。これがあるところはあれですけど、遮断機がないってすごいね、これがあって。三岐鉄道の山城駅とかぐらいしか見えない。なるほどね。あ、お迎え来たみたいね。こんな感じなんだ。食えず、おいで。あ、もう、やっぱそうだよね。クズ優先言うよね。クズ優先やね。あれか。JR 西日本って結構愛称と正式名称がね、違った。大和路線、関西本線が大和路線って言ったりするから、そういうような感じなのかな。なるほどね。市民ってやっぱ、あ、ここにあるね。今、行き来しとったのこれか。19時18分と21分か。そうだね。だから一応、最終福井方面に20時40分が残ってるのか。なるほどな。だからまあ、もう福井まで出れんことはないけど。なるほどな。あ、それもう他に1個か、あれみたいね。一応、うちの多分ね、1個かの経済圏ですからね。なるほどね。こういう感じなんですね。福井までいくらな ?680 円か。なるほどな。サバエ、あ、やっぱサバエの福井のは近いな。そりゃそうだよ。鶴岡まで1520円か。加賀温泉だと1340か。なるほどな。この辺もいろいろ、結構面白い。地面も多いし。面白そうなところではあるんですかね。なるほどね。こんな感じだったんですね。
列車トヨタ9時はすぐ対応できる。あ、そうか、さっきのみたいな閉塞対応とかもあるんですね。あ、観光ガイドマップがあるじゃないですか。もらっとこう。何にも知らずに来てますからね。あ、ここに。こういったもの。入場券買っただけで、何客ずらしてこんなんいろいろもらってるんだって思うけど、あ、これね、YouTube でちゃんと拡散しますから、うちが。ここら辺とかは越美北線になってますね。なるほどな。これはかなり昔ですよね。これあたりとかはもうかなり昔の奥越とかで始める。臨時特急か。臨時急行か。すごいですね。メッセージなんか、わしわしとしてたんですね。これが今走ってるやつかな。なるほどね。あ、そっか、こっちは雪だもんな。あの、オリドのやつって雪大丈夫なのかな。結構雪弱そうなイメージなんですけど。で、まあ、こんな感じで、まあ、地図もらってるからいいか。で、こっからは結構、バスは結構福井駅の方に行くやつも結構あるんだ。福井もあれやし、越前大野で福井駅やろ、なるかな。で、京福バスか。こっちはコミュニティバスの案内か。へぇ、なるほどね。こんな感じなんですね。あ、そこか。ショートカットしてると。なんかね、こんな感じなんですね。まあ、ちょっともう暗いですけど。なんか、パカパカしてるんじゃないです。これ、多分、衝動調整がよく働いてあれですね。まるで、なんか、光ったり暗くなったりするような感じになってますけど。感じに暗いところに、その明るいところにフォーカスがあったりしてるだけですね。後ろめっちゃちびって止めたな、これ。あ、そう。福井とかに来ると、車止めがないことが多いんでね。車止めに当たったらいいやと思ったら、そのままドスンと行くことあるんでね、気をつけないといけませんよね。で、ちびった結果、これです。めっちゃちびっとるやん。まあ、一応、最低限の貢献ができたということで、お許し願えれば。よいしょ。